ガリシア州内の一ロイスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体で、コマルカドサールに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口4871人。住民骨肖は、男女同系で、ロイ先生。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.52%。ロイスは、アコルーニャ県の南東部に位置する。 隣接する自治体は、北はブリオンと、南はドドロとリアンショと、東はパドロンとテオと、西はローサーメである。面積は9 2 8キロ平方メートルで、12の教区に分かれる。ロイスの中心はオイン教区のサミル地区にある。自治体の最高地点は、トレート3の657メートルで、最低地点は、 セーラ教区のサール川で6メートルである。ロイスはパドロニ司法管轄区に属す。住民は12の教区の111の地区に居住する。自治体主張はガリシア国民党のラモン・トホレンス。自治体表議員はガリシア国民党。7、ガリシア民族主義ブロック。3、ガリシア社会党。1となっている。ロイスは12の教区に分けられている。 ありがとうございます。